IMP 元井俊介横原ゆうの絆に累戦崩壊、バムブーで見せた絵も過ぎる関係性とは、IMP 元井俊介かける横原ゆうバムブーで見せる、エモい、瞬間集。二人の関係性を徹底解説。IMP の最新楽曲、バムブーは、ファンにとって特別な存在として注目されています。その理由は、単なる楽曲としての魅力だけではなく、 メンバー間のユーモラスなやり取りや、特に元井俊介さんと横原裕貴さんが見せる独特な関係性にあります。彼らのパフォーマンスは、表面上のダンスや歌だけでなく、二人が築いてきた長年の信頼や友情、そして見えない絆までも映し出すものであり、そのディテールがファンの心に深く響いているのです。例えば、IMP のメンバーが時折見せる無邪気な表情や仕草は、ファンにとって心を癒すものであり。 特に木さ,さ,さんが見せる満面の笑顔と、横原さんがしばしば見せる落ち着いた表情とのコントラストは、まるで作品の一部のように完璧に調和し、2人の個性を際立たせています。このようなパフォーマンスの中で、木さんがちらりと横原さんに視線を送る場面や、横原さんが無表情ながらも何かを伝えるような態度は、 見ている側にに一種の緊張感感と安心感を同時に与えます IMP のファンである人々はこうした細かいしぐさや表情に二人のうちに秘めた絆や友情を乱しさらに彼らの成長と努力を感じ取ります。それは単なるアイドルやパフォーマーではなく一人の人間としての彼らの姿をかいま見られる瞬間でもあります。 ファンからは、横原さんの無表情と元さんの笑顔の対比がたまらない、横原さんの真顔が可愛い、喜さんの表情豊かなリアクションが可愛らしいといった声が多く聞かれますが、それはまさに彼らがそれぞれの持ち味を生かし、相互に補完し合っていることを示しています。このような人間味あふれるパフォーマンスに、ファンは親しみを感じずにはいられません。彼らの舞台上でのやりとりや、ステージ外での交流の一端が垣間見られる瞬間は、 IMP がファンに愛される大きな理由の一つでもあります。また、IMP の楽曲、バムブーは、曲調やダンスの振り付けが特に話題になっています。リリース前から SNS では期待が高まっており、実際に公開された際には、多くのファンがその圧倒的なパフォーマンス力に驚かされました。ダンスシーンでの元さんと横原さんの絶妙な掛け合いや、一体感のあるリズム感は、まさに彼らの強みといえます。 IMP のパフォーマンスは、緻密に計算された振り付けだけではなく、彼らの息の合ったコンビネーションと、自然体の表現が融合しているところが最大の特徴です。こうした二人の姿に、ファンは日常の疲れを忘れ、応援したいという気持ちを新たにします。IMP が見せる、バムブーの一瞬一瞬は、ファンにとって特別な瞬間の積み重ねであり、それはまるで舞台上の二人が会話をしているように、 観客に語りかけてくるようですさらに、IMP の MV で見せる2人の掛け合いや演出は、楽曲の持つテーマを強調する役割も果たしています。MV において、彼らが見せる一瞬の表情の変化や、あえて視線を交わさない場面など、細部にまで工夫が凝らされており、ファンは何度も見返しては新たな発見に喜びを見いだします。横原さんが真剣な表情を見せる中で、 キサンが無邪気に微笑むシーンなどは、2人のキャラクターが際立ち、楽曲の持つメッセージ性がより一層強く感じられる瞬間です。このような IMP のパフォーマンスを見ていると、2人がどれほどの努力を重ねてきたか、そしてファンへの感謝をどのように表現しているかが感じられます。それは、単に表面的なかっこよさや可愛さではなく、深い人間性と情熱に裏打ちされたものであることがわかります。 IMP のメンバーが日々努力し、成長し続ける姿に、ファンは彼らを応援することの意味を再認識し、さらなる期待を寄せているのです。また、彼らが見せるパフォーマンスに、ファンは自分自身の姿を重ね合わせ、困難に立ち向かう勇気をもらうことも少なくありません。例えば、舞台での完璧なパフォーマンスを追求し続ける姿勢や、時折見せる無邪気さに、ファンは日常の疲れを癒され、 自分もまた何かかにに向かって努力しよううという気持ちにさせられるのです IMP のバムブーは単なる楽曲にとどまらずファンとの絆を深める特別な存在として位置づけられています。ファンにとって彼らの活動や発言パフォーマンスの一つ一つが大きな励ましであり彼らの成功を自分自身の喜びとして感じていることでしょう。ファンにとって IMP はただのアイドルではなく 困難な時でも頑張る姿を見せてくれる希望の象徴です。2人のコンビネーションは、彼ら自身が築き上げてきたものだけでなく、ファンとの共同作業とも言えます。そして、この IMP の存在が、ファンにとってどれほどの力になっているかを理解するには、彼らがどれほどファンを大切にしているかを知ることも欠かせません。IMP は、SNS やライブを通じてファンと積極的に交流し、 彼らの日常や新しい挑戦を常に発信しています。その一つ一つの行動が、ファンにとって特別であり、彼らの次も応援しようという思いを強くさせます。彼らの SNS には、IMP の楽曲や舞台裏の様子だけでなく、メンバー同士の楽しいやり取りやリラックスした瞬間がたくさん映し出されており、それがまたファンにとって親しみのある存在としての IMP の魅力をさらに引き出しているのです。特に バムブーのリリース後には、ファンの間で熱い議論や感想が飛び交いました。ファンは、楽曲のメッセージ性やダンスの意味、また2人の関係性に注目し、それぞれが独自の視点で楽曲を解釈しています。例えば、あるファンは元さんの笑顔が曲の明るいエネルギーを表現していると感じ、また別のファンは横原さんの真剣な表情が、楽曲の奥深い意味を象徴していると考えます。こうして、 バムブーという楽曲が、ただ一方向的に受け取られるのではなく、ファンそれぞれが自由に解釈し、自分なりの物語を作り上げていく様子がうかがえます。それが、IMP とファンとの間に生まれる特別な絆ともいえるでしょう。また、IMP のようなアーティストが持つ、ギャップ萌えという要素も、ファン心理をくすぐります。ステージ上では完璧なパフォーマンスを見せる一方で、 普段の投稿やインタビューでは無邪気な一面や意外とお茶目な姿が見られることがファンにとって新たな驚きと喜びを与えます。このような二面性があることでファンはより親近感を覚え彼らを身近な存在として感じることができます。そしてこれまで長い時間をかけて積み上げてきた彼らの努力や人間性がそのギャップによりさらに強調され IMP の魅力を何層にも深めているのです。 また、IMP の活動には、今の時代の若者が求める、共感性という要素も強く感じられます。彼らが見せる挑戦や苦労、そしてそれを乗り越えていく姿勢は、多くの人々に共感と感動を与え、インスピレーションの源になっています。特にコロナ禍以降、厳しい状況の中で活動を続ける姿は、ファンにとって励ましとなり、自分も頑張ろうと思わせる力があるのです。 このように IMP はただパフォーマンスを見せる存在ではなくファンにとって一緒に戦う仲間として感じられるようになっているのかもしれません彼らの存在は SNS やインタビューを通じてますますファンとの距離を縮めています IMP のメンバー一人一人が大切にしている価値観や音楽にかける情熱が感じられる場面はファンにとっても特別であり 彼ら自身もそののファンの存在を強く意識ししててて活動していることが伝わってきます。その結果 IMP とファンはただのアイドルとファンという関係を超えた絆を築いており彼らの活躍がファンにとって一種の励ましとなり続けています。そしてファンはその期待と応援を楽曲やライブのパフォーマンスを通じて彼らに返すことができるのです。